水酒場で歌ってもらう恥ずくせに落ちて落ちたのは孤独のいたずら破れ破れた捨てきれない不気味の憧れ落ちて落ちたのは孤独のいたずら破れ破れた捨てきれない時の憧れ来てくださってる方とかいらっしゃると思うんですけど、もし知ってる曲があったらね、一緒に歌ってください。ハモっていただいても構いませんし、違う歌を歌いさえしなければ全然構いませんし、なんか風のカーブという歌ですね。次は2曲続けて聴いていただきたいと思います、夢の娘と書いて夢子という歌、そしてお元気お嬢さんという歌ですね。知ってる方は、まあ、さっき言ってますけど、一緒に同じ歌を一緒に歌ってくださいね。お元気お嬢さんというのは手拍子を入れていただけると嬉しいです。2曲目ですね。1曲目は入れられないんですよ。悪いですよね。夢の娘と書きますね。
名前はお呼びしませんが、こちら前にどうぞ。あのお名前は一切言いませんけど、こうよく知ってるから後ろにいると、多分余計なこと言ってすいませんでした名前を呼ばないでくれって言われて呼べないんですよ。お花もねたくさんこういただいてるんですけど、あの、まあ、言っても差し支えない人が、まあ、言っても分かんない人がねあれですけど、あとでポロッと言うかもしれないです。ゆめこ、幼い頃の心の片隅に描いたそんな世界へ満たしてくれる澄んだ瞳の少女、君にはどこからやってきたの。夢と遠い海の底に君の歌が聞こえる。夢と君が笑ったのはここに私の中だ。話になろう少しも
やつとこの気圧がどうしたどうした明日の天気は雨か雲か雷か雪か溝目か遠いか新しかったいくつかどれともいい天気とっても気になる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 お天気お嬢さん教えてよ散歩する気分でもないでもやっぱり雨降りより青空がいいよねだけどたまには雨も降らないと水不足で困るかな明日の天気は雨が降るか雷か雪か溝か氷か氷か新しかった一風かそれとも4月生まれなんですよ。で、まあ、24、4、2で割ると12なんですけど、12日が僕の誕生日なんですけどね、まあ、もう過ぎちゃったんですけども、まあ、おふくろがね、4月に産んでくれたというか、まあ、親父が遡って仕込んだと言いますか、笑いでて笑ってくださいね。変に我慢されるとね、割と辛いんですよね、そこね。全然構わないです、笑っていただいてね。真面目に歌ってる時以外は笑っていただけるんです。で、おふくろはね、もう死んで、久しいんですけどね、こう、余命1ヶ月持ちませんって、まあ、とある12月に宣告されたんですよ。まあ、築地かな、国立がんセンターってあったんです。まあ、今はあるんだと思うんですけど。で、結果的に、年越せませんって言われたんですけど、年越えて10月の頭まで行き切ったんですよ。で、まあ、それからずっとノートにね、日記をつけてたんです。で、まあ、だんだん思考もね、おかしくなってくるのかもしれないんですけども、まあ、息子が来て楽しかったとか、そういうことで、まあ、9月にはね、親父が車でおふくろを乗せて温泉旅行行って、で、明けて10月の頭に亡くなったんですけどね、それをつけてた日記の最後のページ、結果的に最後なんですけども、まあ、一周忌が過ぎてからね、発見されたんですが、まあ、当初はあまり感じなかったんですけど、冷静に考えると本当に自分の死期を分かっていたかのようなことが最後のページに書いてあるんですよ。親父宛てなんですけどね、もう一度生まれ変わったらもう一度あなたと巡り合って浩二と賢治と広之を見たい。浩二と賢治と広之は3人兄弟です。で、まあ、僕は長男の空ですけど何言ってんだこいつって顔しないでくださいね。で、次男の賢治は袋よりね先に死んじゃったんですよね。で、まあそのね最後の賢治を、まあ、歌詞というよりはお袋のその、まあ、結果的に遺書なんでしょうけど、ありがとうあなたっていう歌を聴いてください。白い壁に包まれて
私は旅立つ。私を見送るあなたの拳は固く握られていた。その唇はかすかに震えている。怯えられた瞳の奥にぽつんと光が落ちた。もしも生まれ変わることができたら、女性の方と一緒に歌われてましたよねって言われたんですよ。いや、僕はいつも一人なんですけど、茶色い服を着た女性の方と一緒に歌われてましたよねって言って、他のユニットの、ね、方と混乱したいのかなと思って、でもありがとうあなた、ありがとうあなたって歌ですかって言ったら、そうですって。で、あ、そうなんですかって、もしかしたら別の方がもしかしてお母さんじゃないですかって言ったんですよね。で、まあそうふざけをねするほど別に親しい人じゃないですよ、もちろん。まあ、何度かは聞いてくれてるから、あの、アスラさんってね、話しかけてもらったわけなんですけど、まあ、真相は分かりません。別にオチがあるわけじゃないし。今日は僕一人でしたよね。一人です。茶色い服の人、いないですよね。あの、肩に。僕ね、あの、身内でもあんまり出てきてほしくないんです。できれば、愛する人とかね、大切な人がいる人に、聞いてほしい、まあ、みんなに聞いてほしいんですけど、送りたいなと思います。いつまでもという歌です。優しくもできないが、
信じるなら俺を信じてほしいのさ。大切な人を残して自分が旅立ってしまうっていうね、あの歌を、トワニっていう歌を聴いてください。
そっと見せてくれたね。心境なんですよね。そうだそうだっていう気もするし、うん、そんなことないですよっていうあれもあるかもしれない。まあそれいいんですけどね、僕今までねずっと黙ってたまに言ったことないことなんですよ。実はここだけの話にしてほしいんですけど、僕ね、今中年のレジですよね。深く懐いていただいてありがとうございます。でもね、これは本当にここだけの話にしてくださいね。僕生まれた時はね、親父じゃなかったんですよ。いや本当ですよ。本当、いや知らなかったっていうか、信じられないっていう顔しないでほしいんですけど、僕もね、幼少時代、小中とあったんですよ。まあ中学、まあ中学っていうかね、中学のね卒業式、でね、あったじゃないですか。で、あったじゃないですかっていうか、まあ、卒業してる人がね、まあ、僕一応卒業してますからね。昔ね、僕が卒業する頃っていうか、中国で流行ってたことあるんですよ。卒業式の時にね、学生服が主流だったんですけどね、学ランっていうんですか、このね、ボタンをね、取るっていう風習が、そういうことあったことある人、手を挙げてください。取られたよとか、取ったよとか、もらって、そういう人、そんなん、誰も見てないんですから、手を挙げてくださいよ、まあね、見えでもいいですからね、まあ、じゃあ結構全国的な、あれなんですかね、風習というか、でね、まあ、いわゆる憧れの先輩とかね、好きな男子とかね、は、もうボタン全部ないんですよね、全部ないんです、全部なくなりました、分かんないですけどね、もう答えなくても大丈夫ですよ。ね、で、まあね、ボタンって言ってもね、あれいろいろ地方によって違うの、あれいろいろランクがあるらしいですよ。上からね、2番目のボタンって第2ボタンっていうのはなんかすごい貴重なんですよね。プレミアがついてて、ヤフーオークションだと大体数十倍から数百倍の高値で取引されてるらしいですよね。
あの第2ボタンというのはね、あの、まあ、取ってくれよかったっていう感じしますけどね。まあ、僕はね、どうかって言いますとね、あの、まあ、ちょっと自慢めいた話にしたいんですけど、僕打ち替えた時にね、もう全部のボタン、袖口にもね、学ランってあったでしょ、あれも含めて、あの交渉っていうんですか、ここの襟首の全部きれいになって、おふくろがすごいびっくりしたんですよ。いや本当ですよ。ってまあいいですよ。まあね、まあ、でもそれは本当の話ですよ、ね。まあ、僕のね、うちの近所にね、公園があったんですけどね、その公園に公衆トイレがありましたね。そこでボタンがね、なかなか取れないんですよね。おふくろの愛情の強さと言っていいのか、僕は正直恨みましたけど、でもそれね、誰に対して何に対しての見えなんですかね、今から思うとね、恥ずかしいですよ、今思い起こすと。だってその光景想像してみてくださいよ。もう卒業証書持って帰るときにね、家の近所のトイレ入って自分でこうやって必死に取ってね、ポケット入れてね、で、まあ、結局ね、僕の浅はかだったのは、どうしたのあんたって言われた後に全部ポケットに入ってたんですよ。まあ、それがちょっとね、まあ、唯一の、うん、まあ、足のつくきっかけになった、うん、事件というか事件なんですかね。まあね、中学高校とねずっと親しい付き合いのやつがいましてね、で先日彼と飲んだんですよ。でその時にね、あの、まあ、その彼がねこんなこと言ってたんです。俺かっこいい生き方したいんだよなって言ったんですよ。かっこいい生き方ってなんだろうなって思ったんですよね。そしたら、昔さ、あの、俺が好きになった女の子とか、自分のこと好きになってくれた女の子とかいるじゃないやつって、うん、そうだねって、で、そういうね、子たちと会うことはね、もう、まあ、すっかりそっちも中年の親父ですけどね、変わんないですよ。でもね、まあ、プレター好きも会うことはないかもしれないけど、でも会った時に、ああこの人のこと好きでよかったって、会うことのないその女の子に思われるような恥ずかしくない生き方をしたいって言ったんですよ。かっこいいこと言うなと思ってね、本当にこう聞いてたんですよ。で、この野郎と思ったね、その顔してよく言うわって思いながらね、まあ、昔話に、ね、話がこう花が咲いてね、で、まあ、言ってたんですよね。その、あんなことあったよなとか、いろんな話をしてて、で、先生、俺さ、あ、先生じゃない、あの、ソラさん、俺さ、昔 A 子のこと好きだったんだよねって言ったんですよ。 ABC の A ですよ。で、そうなんだって言って、まあそれはね、まあ自分で当時気がつかなかったのか、まあなんかね、歯止めになっていくのか、それはもう分かんないし、本人にも分からないかもしれないようなね、そんな話で、まあ、その ABC の A 子をね、中高とずっと僕知ってるんですよ。で、まあ年明けてからかな、あの、結構久しぶりにね、電話で話した時に、中高生の時とね、同じ声してるんですよ。で、うん、こいつもしかしたらなんか人間じゃないんだよな、年全く取ってない、そのまま制服してたら中高生で通用するんじゃないかっていうぐらいの声してたんですよ。全然A子変わってないなって思ったんですよ。先生何言ってんの？あ、先生じゃないです、あの、そらさん何言ってんの？私もおばさんだよって言ったんですよ。おばさんだよ。僕それ聞いてね、本当に言うとちょっと安心したんですよ。ほっとしました。あの、胸を撫で下ろしたんですよね。もしもね、A子が年月を置いておじさんになってたらどうしようそれがちょっと心配だったんですけど、でもおばさんって聞いてすごく安心したんですよ。で、まあね、これからも素敵に年を取ってほしいなって思います。でね、まあその家事にいる時はね、あの、いつかこの思いをね、あの、振り返る時が来るだろうななんて大抵の人は思わないですよね。お、今まさにこの瞬間俺の人生の過渡期だって全身チキンが立たってることないでしょ。ないですよね。今が過渡期なんだよとかね、自分の言動に感動してるとかね、あまりないですよね。後から振り返って顔が恥ずかしくなったりね、あの、熱くなったりするもんですよね。振り返る時はね、来るとは思ってないんです、その時はね。でもね、振り返る時が来ちゃったんですよ。
おじさんなりおばさんになり、さらに年を取ったら、例えば今日この瞬間のこともね、僕がいつかね思い出すと思うんです。もちろん今夜も明日も思い出すと思うんですけど、それとは別に一つ時を経て思い出すことがあるかなって思うんですよ。生きてればね、いつ終わるか分かんないですよ。そのね、振り返る時がいつか来ちゃうんだなって。で、前半のね最後の曲、惜別っていう歌なんですけど、席別という歌なんですけどね、ちょっとよくね、男の子と女の子のね席が別々みたいな感じでね、こう思い描いて聞く方いらっしゃるんですよ。だからあえてこう説明しますけど、このね席別ってこれしか書くんですよ。別れを惜しむって書くんですよね。で、まあこのね惜しむっていう字なんですけどね、これ立身弁なんですけど、これね心を立てるって書くんですよね。心を立てて慈しむで、こう大切に思う、手放したくない、いつまでも持っていたい、そういう意味が含まれているのがこの立身弁です。昔を決してなくしたくない、大切に思っている。昔って字分解しますとね、この上の部分は肉が積み重なっている象形文字から来てるんですよ。これお日様ですよね。そうすると干し肉ができるんです。昔は冷凍技術、冷蔵技術ないですから、この食料、この干し肉っていうのは、まあ、お魚もそうですけどね、野菜とかね、で、そう同じぐらいもうなくてはならない、まあ、動植物の命をいただいて今の自分がある。だから感謝しながら決してなくしてはならないもの、決してなくしてはならず、そして感謝しなきゃいけない。これがなければ今の自分がない。それが転じて昔になったんです。で、まあ、別れはねちょっと離れすぎるんですね。いいから別れじゃない。これはね、このまあ割と分かりやすいんだけど、人間の頭と体の骨を話します。なんで骨しかないかというと、これ立刀っていうんですけどね、立刀って刀を表すんですよ。刀で肉が削ぎ落とされるんです。想像しただけでも本当に拷問に近い痛みですよね。これ切り離されてものすごく苦痛、痛い、そういう状態が別れなんです。ここはね試験に出ますから、ちゃんと持っておいてください。じゃあ、前半のね最後の曲なんですけども、惜別という歌を聴いてください。
染めていつかまた挟んでまた後半よろしくお願いいたします。